高校生レストラン、この店の素晴らしい点はですね、料理はもちろんなんですが、運営も、管理も、生徒たちの手で全て行ってるってことなんですね。この生徒たち一人一人が、自信を持ってその社会に羽ばたいていけるんじゃないかとそう思ってます。開店一週間前にテレビ局のインタビュー取材を受けて、村木先生は本当にぎこちなく答えていましたが、うん、ああいう目線を含め不慣れな感じをあえて演じるっていうのは難しいでしょう ね。そして最後に、成功される自信のほどと尋ねられた村木先生は、自信があるといえば正直嘘になります。まあですが、1日200食生徒たちは頑張ってくれると私は信じてます。確かに本心でしょうが、でも町役場職員の岸野はディレクターに、さっきの嘘になるっていう部分はちょっとカットしてもらえませんか、すいません、あいつ正直で何でも言いよるんですわまあ広報ということを考えるとごもっともなんですが、純粋にニュース報道の場合、いわゆる編集権は放送局にあるわけでね、うん、ああいう要望が叶えられるとは限らない、そしてついに高校生レストランが開店。メニューは花御膳1200円とトロロうどん700円の2種類のみ。ねえ、とうとう早くも開店してしまいましたけど今後どういう風に展開するのか楽しみなんですが、それにしてももうなんか大人たちのいろんな関係性とか、やにやに言う方言とかも一切気にならなくって、今本当に高校生たちのことが気になって仕方ないんですね。でそれは16歳から18歳ですから、もうすごいプレッシャーとか与えられたり、あとテレビの取材とか受けてウキウキされたりとか、本当に見てて初日あかんやろうなっていうのは見えなかったんですよ。で案の定だったんですけども、それでもの松岡正弘演じる村木や、伊藤英明演じる岸野が大人らしい、教育者らしい態度で謝ったりして、で2日目は大成功っていうのがすごく見てて気持ちよかったんですね。でそんな村木の陰ながら力になったのは、板谷由夏演じる吉崎先生だったと思うんです。だからもうそろそろもう意固地になってるような気がするので、表に出て生徒たちに協力してあげてもいいかなと思うんですよね、吉崎先生がね。はい、でもかすかに出てきたあの笑顔ね、なかなかいいですよ ね。まあ結局のところ、吉崎先生に言われた、あの村木先生は確かに一流の料理人かもしれませんが、生徒たちにとっては一人の教師です。生徒たちはいつも教師の背中を見ているものではないでしょうか、という言葉を噛み締めて、慎吾は初日の失敗に関して生徒たちを責めることなく、悪いのは俺だ、一人一人集中しろ、200人のお客様全員満足させろ、こういう言葉一つ一つがきっとお前たちを緊張させたんだと思う、お前たちがいつも通りできるように俺ができなかった、俺が流れを作ってやれなかった、そして部員一人一人と対話を始めていく。すると失敗の連鎖の発端を作ってしまったと自らを責めながらも、べっぴんさんやから息子の嫁になってくれって言われました、私べっぴんさんなんでしょうかとつぶやくまなみの一言に、部員たちは緊張が解きほぐれたのか大笑いすると慎吾は、その笑顔なんじゃないかな、俺も今日やってみてわかった、みんなもっと楽しもう、お前たちが楽しまなきゃお食事してるお客様が楽しめるはずないと思うんだ、この店の最高のもてなしはお前たち一人一人の笑顔だと思え。ところで天然系のべっぴんさん、川瀬真奈美を演じているのは三好彩香、1996年生まれ、まだ14歳、中学生なんですね小学1年生で読者モデルとなり、小学3年生の時に原宿でスカウトされ芸能事務所に所属、ニコプチの専属モデルを経て、昨年2010年にはセブンティーンの専属モデルに、女優としては2007年テレビドラマ男の子育てを皮切りに、2008年以降映画死に損ないの青、うたたま女の子物語、ソロコンテスト、そして告白、すごい活躍してますね、連ドラでは昨年2010年7月期の熱海の捜査官で演じた謎の美少女篠の目舞、なんといっても包帯ぐるぐる巻きが印象に残ってるわけですがこの前の月9、大切なことは全て君が教えてくれたの最終回にも内田有紀の娘役で登場ですね。そして CM の方では、今年2011年の2月から7代目なっちゃん、
私やりますと岩の役に立候補したやるしかなっちゃん。かわいいですよね。あと今回の王の糸ちゃんなんですが、はいはいはい、目立ったセリフは一つだけだったんですね、うん、まだ余裕やんなこれだけなんですけども一応まあツーショットだったんですがお友達とパーンと抜かれましたし、そして担当はだし巻き卵だったんですね、うん、途中抜けたにもかかわらず、うん、ちょっと大きな役をいただいてると思ったんですけども川島海香ちゃん演じる米本さんの隣だったので、すで、うんうん、に映っていたっていうのが私にとっては嬉しかった回でした、ね、一押しの女子生徒ですから ね、 ねそしてとにかくあっさりと万事うまくことが運んでいる高校生レストラン。慎吾は部員たちを前にして、すごいな、力を合わせれば1たす1も3になる、俺は今日みんなからそれを教わったぞということで、順風満帆の雰囲気だった高校生レストランになんと早くもアクシデント、うん、え、嘘やろ、ほんまに食中毒なんか。この時期だから妙にリアルですよね果たしてことの真相は。高校生レストラン、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。